が聞こえるなら、ちゃんと土地を見て返事をしてよ。すぐに国が顔を背けるのは、僕のことを嫌いだからなのか。違うだろう、君はいつでもそうだ。本当の自分を僕には見せないほしい。と聞けばいらないと言うし、教えてと聞けば知らないと言う。それでもずっと一緒にいたら少しぐらい理解できるのかな。時間が経っても君の素直な目を見たいから、全ての原子が引き合うのに、僕の心も君に近づくよ。どこにでもいつの間にかすぐそばに移動してるの。不思議な力に名前を付けたら、まず言葉じゃ表せないけど、あえて言うならそれは、ああやっぱり言うのはやめておこう。君が訪ねるまでしまっておこう。辛くて苦しくて泣きそうでも、優しく伝えてあげられるように。どうしたらいいかわからなければ、何もかも壊して捨ててしまえ。それで僕と君が向き合えるのなら構わない。僕にとっては好きか嫌いか、ただそれだけで十分なのに、なぜか気になってしまうよ。今君はどうしてるの。引き合うのに、僕の心も君に近づくよ。どこにでもいつの間にかすぐそばに移動してるの。僕にとっては好きか嫌いか、ただそれだけで十分だけど、一つだけで意外が存在してる君のことだよ。